電気料金は910円上がり、輸入価格の上昇などで値上げラッシュとなっています。折々のニュースで連発されるキーワード、物価高。特に食品は値上げラッシュ。去年一時300円を超えた卵は鳥インフルが収まりやや落ち着いたが、牛乳の価格は高い水準が続くなど、まだまだその動向から目が離せない。下がってくれることを望む。ちょっと安くなってほしいですよね。食卓の中心を占める野菜は今年どうなるのか。急激に入荷量が減る可能性もあります。さらに物価高で悩むのは消費者だけではない。飼う鳥の端数を逆に減らしていかないと。卵や牛乳の生産者を訪ねると想像以上に厳しい現実が。物価高の思わぬ余波を撃墜した。年が明けた大阪市内のスーパー、年始の買い物需要が落ち着き、店内は通常の品揃えに戻り始めていた。気になるのは今年の値上げだ。いろんなものが値上がりしていますので、お客様も財布の紐が固くなっておられるなというのは実感するところなんですけど。調査会社によると、すでに今年値上げが決定している飲食料品はおよそ4000品目、去年よりも6割減る見通しだが、値上げ率の平均は去年を上回る 17% だという。特に加工食品や飲料やお菓子の値上げが多く、食卓に与える影響は少なくない。お菓子も上がりましたよね。すごくびっくりです。経済対策をしてもらいたいですけど、全体的にこう潤うようにしてほしいですけどね。対策として国は去年、低所得世帯に給付金を支給。大阪府は子育て世帯にお米クーポンを配布するなど対策を取ってきた。効果的な物価高対策を期待したいが、その対策を支え物価を知り尽くすプロフェッショナルがいる。あ、物価ってちゃんと書いてある。取材班が訪れたのは大阪府統計課物価家計グループ。大阪府では毎月1万ものサービスや物の価格を調べ国に報告。国は全国から寄せられたおよそ20万もの物の価格を集約し、小売物価統計調査として公表している。国や自治体の経済政策の基本になるのがこの物価のデータなのだ。調査の様子見せていただくことってできないですか？調査の様子自体は NG なんですけれども、実際の店舗ではないところでお伝えさせていただければと思います。早速調査を再現し、裏側を見せてもらうことに。実は毎月スーパーに足を運び、一つずつ価格を調べているという。ちなみに調査の結果を公正なものにするため、どの店で調べているかは公表されていない。おにぎりありましたよ。鮭はありますかね。鮭ないですね。あー残念、鮭じゃないとダメなんですよ。ダメなんですか？鮭。あ、きんぴらごぼうなかったでしたっけ？ ありますよ。どうですか？ピーマン入っちゃってますね。あ、こっちいけますね。こっちはごぼうと人参のきんぴらなので。厳しい決まりがあるんですね。そうなんです。同じ商品の価格を調べ続け、物価の上がり下がりを正確に把握。食品が基準を満たしているか、サイズや重さまで測る徹底ぶりだ。ちゃんと測らせていただいて、そういうのを守っていくことによって正しい調査結果が得られるので。あ、統計資料室。はい、そうです。物価の統計調査は明治時代、大隈重信の号令で始まり、時代を映し出す鏡とも言える。時代に合わせて調査品目も変わってきた。1950年代後半の高度経済成長期、華やかなファッションが増える中、本格的に統計調査が始まったのは化粧品。
団塊ジュニア世代が通いメジャーな習い事になったスイミングスクールの月謝は1980年から。携帯電話機は2004年から。アボカドやノンアルコールビールはついこの間の4年前から。統計の品目や価格が世の中を正確に把握するための重要な指標になっているのだ。こうやって長年コツコツとルールを守って集めてきたデータが未来を導く資料になってくれるんですね。今年の関西経済を分析するにも物価のデータは欠かせない。景気の動向を、把握するっていうのがエコノミストの仕事ですけれども、その中でやっぱり物価の動向がどうなっているのかっていうことはやっぱり非常に大きな関心事項でありますから。数字から見えてきた今年の物価の動向は天気で例えてもらうと、今年ですか、はい、曇りですかね。今年は賃金も上がるんだけれども、やはり物価の上昇の方が高い。ですから実質賃金はちょっと下がるっていうことになろうかと思いますんで、ただ去年に比べるとマシになっているっていうところで曇りとしたということですね。それもよろしくお願いいたします。よいしょ、はい、よっ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 。不安要素もある中、物価高をどう乗り切ればいいのか。初競りが行われた大阪市中央卸売市場。すごい広いんですね。野菜を扱う卸売担当者にお手頃な野菜を聞いてみると、1月から3月にかけて安い野菜があるんですよ。こちらです。白菜になります。大きいでしょ。それからキャベツ、さらに大根なども暖冬の影響で成長が早く豊作だった。しかし心配なのは春以降に出回る野菜だ。暖冬の時はですね、ちょっと急激に天候が悪くなる可能性がありますんで、季節野菜、特にトマト、キュウリ、ピーマン、こういったものがですね、急激に入荷量が減る場合があるんですよね。そうした中、今保存性と栄養価の高さで一押しの野菜があるという。実はジャガイモなんです。ジャガイモですか。はい。それは一昨年高値で話題になったジャガイモ。去年末には半値となり、今年は北海道産のジャガイモが豊作で数年に一度の安値だという。ただ大量に買っても芽が出たりシワになったりして持て余しがち。シワシワになったジャガイモもあると思うんですけど、それは結構糖度が乗ってですね、美味しいんですよ。実は備蓄した方が糖度が上がるというジャガイモ。たくさん買ったら野菜室で保存、芽が出たら必ず深めに取り除き皮を剥く。揚げ物に使うときは10分ほど水にさらすのを忘れずに。丸ごと電子レンジでふかすだけで食べ応えも抜群だ。消費者にとってはなるべく安く抑えたい日々の食費。一方で野菜の生産者は想像以上に厳しい状況に立たされていた。大阪市中央卸売市場に出荷する淡路島のレタス農家。こんな感じですね。綺麗でしょ。レタスの収穫時期を迎え、一玉80円ほどで出荷しているが、生産コストの高騰が響き、採算はギリギリだ。このダップですね、1枚だいたい10円ぐらい、はい、前は8円ぐらいだったと思うんですが、ダンボールも上がりましたね。20円か30円ぐらい一つ上がったの違うかな。さらにこれね、レタスの種なんです。外国で作られてくるんで輸送もお金かかるし上がってます。
そうした中期待するのは、いや もうちょっと上がってほしい、手元に残るお金が全然、JA のデータによると4年前と比べ生産者が支払う肥料代は 70% 以上、燃料代は 40% ほどと生産コストが上がる一方で、農畜産物の価格はわずか 4% しか上がっていないのだ。高いってやっぱニュースで言われるけども、ちょっとぐらい値段してもええん違うかなと思う時がある、先すぼみですよね、窮地に立たされているのは去年価格が高騰した卵の生産者も同じだ。今年価格は一旦落ち着く見込みだが、今までの生産に戻ってもそこまで需要がやっぱ伸びてないっていうイメージはありますね。値上がりの影響で消費者の卵離れが進んでいた。かかる経費はおそらく高くなる一方だと思うので、そこに生産がどこまで耐えれるかなっていうところが心配ですね。飼う鳥の端数を逆に減らしていかないと採算はなくなってくるんじゃないかなって感じはしますね。生産コストの高騰も相まって生産を縮小せざるを得ない可能性もあるという。またおよそ150頭の乳牛を飼育する酪農家も頭を悩ませる。餌代が高騰しているほか、生まれた子牛がオスだった場合食肉用に販売してきたが、今その売り値が半値ほどに落ちた。牛を育てるのにかかる餌代も上がっているため、子牛がなかなか売れないという。今安い牛やったら3000円4000円、今が本当に酪農家で一番厳しい時だと思います。関西の酪農家はこの2年で 15% 廃業し、300件余りしか残っていない。牛乳はこの2年で2回値上げされたが、それでも追いつかず、酪農家団体は今年も値上げに踏み切るよう乳業メーカーと交渉中だ。牛乳の価格が正当な価格なっとるんか言ったら、僕はなってないと思います。この調子でいきますと10年後にはゼロ、本当に一部の人しか残られへん酪農業界になってきたら、それが本当にその消費者の方が望んどんかどうか。消費者とともに物価高の煽りを受けるのは生産者も同じ。このまま廃業が相次ぐとさらなる値上がりなども予想される。物価高から見えてきた日本の食の新たな危機、さらなる物価高を避けるためにも生産者を守る対策が急がれている。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。